はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ナミスケ団電磁気学部アニメワクワク研究室 YouTube! イエイ！はい、若干迷走中のパーソナリティ電磁気学くんです。よろしくお願いいたします。このラジオは二次元の面白さを語り合い、知っていこうテーマに、パーソナリティたちがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い、新たな視点を持ってもっとアニメを楽しく見ていこうというラジオ番組の YouTube チャンネルになります。イエイ！まあ、ラジオスタートなんでね、今のところこう、カメラは手元を映すようにしております。未だにどうカメラを使っていいかが謎。はい、迷走していますけれども、まあ、やっていくうちにね、ちょっとずつ変わっていくかなと思っていますけれど。はい。ということでね、まあ今回も、今回ちょっとアニメの話、ということで今回はこちら、じゃじゃん。本日かな、リリースされました。ちょっとアップ。はい。痛いのは嫌なので、防御力に曲振りしましたの、エンディング曲、また挿入歌を歌われております、佐々木りこさんの、シングルがリリースされました。で、こちら Apple Music。で、また、Spotify か。Apple Music、Spotify。合わせて、私が確認している限りだと、あとは、アニュータの方で、聞くことができます。サブスクリプションでも展開されております。ぜひ聞いてください。もうこれはうまい。私ね、ポッドキャストの方のラジオでも語っていたらさせていただきましたように、棒振りは私すごい好きです。多分ね、今期一番見返してるアニメなんでか、まあ、なんで面白いかっていうのは、まあ、ポッドキャストで散々喋ってるんですけれど、まず一つが、見るのに体力いらないってこと。で、二つ目が、もうシンプルにゲームを楽しんでいる人のお話だから、誰も悪い奴がいない。別に殺されて死ぬこともないっていうね。あれがゲーム。で、三つ目が、劇版含め、音楽が素晴らしい。オープニング曲は私の好みではないので、ちょっとスルーさせてください。はい。で、まあ、エンディング曲のこの佐々木りこさん、この作品で初めて私知りましたけど、いや、うめえな。うまいわ。で、1曲目の Play the World が、エンディングの音楽になってます。で、2曲目の Good Night が、Good Night が、ほら、アニメ見ていただいてる方だったらわかると思うんですけど、ダイジェストで透明でずっとな、メイプルたちがどういう、道を辿ってるのかっていうところで、流れるアコギの、何系の曲っていうんだろう、ワールドミュージック系のジプシーミュージックかな。系の音楽になってるところで、全編英語の楽曲が2曲目に入ってます。3曲目の曲が、なんかアプリゲームの、曲になっているそうです。いやでもね、なんかね、エンディング曲聞いて、こういう比較すると怒られるかもしれませんけど、テンスラのエンディングを思い出したんですよ。トゥルーさんの楽曲レベル、楽曲だし、歌のレベルもあれに近しい歌い方をされている、すげえうめえなっていう思って聞いてた、すごい心地いいんですよね。全然なんていうのかな、棒振りの世界の、ひたすらゲームを楽しんで、ああ、たまたまうまくいっちゃった。で、周りがハッハッハッって言いながら、でもメイプルちゃんを楽しませようと。ゲーム初心者の彼女が楽しんでるんだったらいいじゃないかって進んでいる世界。で、最後にこう、ツイッターというか、なんかチャットのスレが流れていった、メイプルちゃんを見守るスレが流れていく。で、そこから、このプレイザワールドに入っていく。その優しい流れのまま、優しいんだけどすごい力強いこの音楽に流れていって、で、この、佐々木りこさんの、力強い歌に繋がっていくのが、すごくね、一連の流れが私すっごい好きで、あそこの終わり方の綺麗さ、エンディングへの入り方の絶妙さが作品の俺たち良さだと思ってるんですよ。あそこが綺麗に決まってるからこそ作品は面白い。そう思えるぐらいの作品ですね。で、その今回の楽曲。で、たまにあるじゃないですか。アニメの好きな曲だから CD 聴いてみたらなんじゃこれって、たまーに、どれとは言わないけれどあるじゃないですか。ええ、どれとは言わないけれど。これはそんなことなく期待通りの出来で、で、3曲とも素晴らしい曲でした。一つは棒振りじゃないですけれども、素晴らしい曲でした。で、ああ、この人多分歌うまいんだろうなと思いながら、聞いてて、で、CD、今回フルに聞いてもやっぱうまいし、で、先ほどこれをちょうど撮ろうと思った時に、ツイッターで流れてきたんですよ。佐々木りこさんが、YouTube で生配信してるっていうの。で、今これ、
撮る直前まで見てたんですけど、歌ってたんですよ。うまかった。全然うまかった。なんでそんなうまいって言えんのお前って言うかもしれないですけど、申し訳ないですけどもね、多分ね、あれ、集計した機材で、多分全然、そのね、すごいいい機材じゃなさげだったんですよ。で、終わる時にピッてなんか手伸ばしをしたから、もしかしたらあれカメラとかは、あれスマホだったんじゃないかなっていう感じで、出ないと本人が押さないでしょ？およいしょって言ってガチャって。で、後ろで事務所のね、あの会議室の一角みたいなところで撮ってて、で、置いてあるのは、あれですよ、SM ゴッパーの一本ですよ。ゴッパー一本で、ケーブルでして、で、なんか、裏でスタッフさんかマネージャーさんかわかんないけど、あの、歌う楽曲のね、カラオケ版を流す、ボーカルオフを流す、もしくは自分が持ってるアコギの、多分最近始めたんでしょうね。最近というか、うん。で、まあ、私もギター屋さんで、ああ、初めてあれぐらいのレベルかな、ぐらいの風に見てましたけど、機材も良くない。で、ギターがめちゃめちゃ上手いわけでもない。でも、口から出る歌声の、綺麗さ、伸びやかさ、力強さは全然違うんです、格がもう。あの条件下であれだけ歌えるってことは、この人うまいわっていう感じで。いやー、なんかね、ゆるキャンしかり、なんかうまい人最近どんどん出てきてますよね。やべえな。経歴見たらすごい、なんかもうベテランかもしれませんけどね。この人。なんか、プリパラの、プリちゃんの方にも、出て歌われているのかな。なんかその話もされてましたので、まあ、今出てきました、ド新人ってわけではないんでしょう。こうね、下楽曲見るとアルバムも2枚ほど出されてるので、そこそこの経歴はあるんでしょうけど、でもやっぱりね、うまいよ。まあ、歌がね、技術的にうまければ売れるとはまた別の話なんですけど、でも、私はやっぱり、売れてほしいな。これだけ歌える人がね、なんていうのかな。まあもちろんね、声優として、売れて、その人の出す CD だからそのファンが買って売れるっていうのはまあ、いいんですよ。別にそれが悪だとは言わない。ビジネスとしては正解だ。だけれど、なんていうのかな、役者さんが役者として売れるのはいいんですけれど、なんていうのかな、なんか、お前ら全部手放して褒めてね、みたいな時あるじゃないですか。いや、いいんだけどね。それはファンだから。うん、でもやっぱりこう、上手い人が上手い、というね、歌のために磨いてきた技術で評価されてほしいなと、久々にね、こう思ってしまうアーティストさんでしたね。ぜひね、この楽曲は売れてほしい。ぜひ棒振り見てない人見てほしい。で、ぜひとも作品の中から終わってこのエンディングに入るこの流れを見てほしいのと、やっぱりこのグッドナイトが流れる挿入歌のタイミングだとか、綺麗さだとか、かっこよさを聞いてほしいかなと思いますね。で、まあ、うまい理由の一つが、生配信を出した中で、やっぱジャズ調の曲だとか、こういうかっこいい曲だとか、綺麗な曲だとか、あらゆる歌をやっぱ歌いこなしてるんですよね。何でも歌えるのがやっぱうまい人、うまい人何歌ってもうまいんですよ。なんかね、これがうまいみたいなやつはうまいんじゃないんだよ。それができるだけなんだよっていうね。まあ、そんなこと言うとまた怒られるんですけど。で、本当にこの人うまいんで。ぜひぜひ、まあ、Spotify はね、ただで聴けますし、アップルミュージックとか、アニュータに加入されてる方は、ぜひぜひそちらの方で見ていただけたらなと思います。アマゾンであんのかな？ちょっと見るの忘れましたけど、まあぜひぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、今回は、痛いのは嫌なので防御力に曲振りしましたのエンディング曲を歌われております。佐々木リコさんの、リコさんでいいよね。ここまで言ってて間違ってたらびっくりするけど。ごめんなさい、間違ってたら。プレイスオブワールドの紹介でした。ぜひぜひ皆さん聞いてみてください。はい、今回パーソナリティは私、電磁気役でした。どうもありがとうございました。あ、忘れた。このチャンネル、この話が面白かったらまた見てやってもいいかなと思った方は、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、バイバイ。